5番手に3番久保正史と中部の3人以下続いてパイレス動きなく残り2周を切りました。2番の山口翼誘導員を使う形、さあ5番手から進出は3番の久保、2番の山口、これを見て体を前に出しての発進、先行策譲りません。さあ2番の山口、5番の岡田太一、そして9番の関谷、岩戸ライン前段守り通して3番の久保と8番の佐藤、神奈川勢は後方後手を踏む展開となりました。岩戸ラインに切り替えていった1番の有賀隆です。4番手絶好位置中段、この直後には7番の吉野の内からは6番の西牧修太もさあ懸命に抵抗していますが、前は2番の山口翼、岩戸市ラインが依然前段巻き返してくる3番の久保正史、8番手ですが、さあ前は遠い4番手から1番の有賀隆が踏み込んでくる。さあ今度は5番の岡田か、2番の山口、1番の有賀、岡田太一ゴールイン、2着は1番の有賀と最後